月の後半、年の後半、いろんな後半、どの後半でも OK だよ。よし、まずはカード選びだ。これにしようかな。それ。そして、これ。それそれ。よし、それでは左から1番、2番、3番選びましたか？それでは参ります。1番を選んだ方は後半は穏やかに過ごせそう。前半は結構頑張ったのかな。ゆっくりリラックスして英気を養ってまたドーンと参りましょう。2番を選んだ方は何か恋に落ちるかも。心ときめく出会いがありそうだよ。人、猫、物、景色など心惹かれる出会い、楽しみだね。3番を選んだ方は後半新しい意思疎通がありそう。手を合わせて見つめるだけで気持ちが通じ合うなんてことも。これは楽しみだね。もしかしたらそうなのかもよ。さて、どうだったかな。どんなことがあるか楽しみだね。後半へ続く素敵な展開が訪れますように。ご視聴くださりありがとうございます。それではまた別の動画で。